よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスです。9月、10月、11月はイベントがないからとは言ったんですけど、一つだけイベントがあったので、そちらの方を見せていこうかなと思っております。まずはね、主なイベントで科学部にね、入部するというイベントがあります。これはね、八重さんのイベントのためのやつですね。科学部はどれだ、これか。爆発しまくり科学部すげえな。科学部に入門したと。顔で、ね、部活系はね、結構ね、あれなんだよな、ストレスが結構溜まりやすいのが多いからな、気をつけていかないとな。じゃあ9月、10月、11月は適当にパパパパパーっとやっていきたいと思います。あとね、11月はね、かえでこちゃんのね、誕生日だからね、そこはちゃんと見せたいかなと思っております。ではレッツゴー。文化祭だ、完璧に来たぞ今のところ。ただね、白雪さんをね、最初の辺に出してるからね。お、よし、成功させるぞ。白雪さんを出しちゃったからな、登場人物で。爆弾かかる可能性があるんで。科学部発表会にご来場いただき、こんなのにありがとうございます。それでは、我が響きの高校科学部の能力を結集して作られた自立自走人型ロボット HR4 の登場です。これすげえんじゃねえの？でかっ。こんなん学校にあったらすげえと思うぞ。止まった？いや、歩いた時点ですごいと思うぞ。ああ、暴走してる暴走してる、めっちゃスキーしてる緊急停止プログラムのパスワードを入れるんだ。あ、なんこれ、は待て、緊急停止のパスワードは、え、お、止まった。ダメじゃんめっちゃ失敗してんじゃないか。これね、最高の文化祭で、文化祭だったので終了させないといけないんだよね。うわ、大失敗、ダメじゃん。寂しい文化祭だったな、早く帰ってね。うわ、最悪だ。お、来た。最高の文化祭だったな、来年もこうだといいな。あれ、なんか知らんけどできた。やったぜ、やったで、やったぜ。あ、あれ、コマンド絶対失敗するんだ。うん、めっちゃ調べたわ。めっちゃ調べながら、右パソコン2つあったから、やりながらやったわ、やりながらやったわ。マジか、マジか、マジか、やったぜ。なんだよ、やったたぜ。で、今は振り替えのあれだから、どうしようかな。休みの日はこれでいいな。よっしゃ、完璧だな。よっしゃ。そういえば今日はさくらさんの誕生日だったな。プレゼントあげると、ケイトセット。体重計がな、こいつ嫌いなんだよな。体重計あげてみたいけどねみたいな顔するんだろうな。おーい、なんかちょっと可愛いな。どうしたの？さくらさん、今日は誕生日だろ。これ、誕生日プレゼント。開けてみてよ。わー、これ、前から欲しかったんだ。神だからね。あ、これから体育なんだね。頑張ってね。うん、ありがとう。そんなに見ないで。かわいいな、お前。あ、ごめん、そんなに見てたっけ。いや、見るでしょう。いや、見るでしょう、やっぱり男なんだからさ。はい、ということでここまで来ました。次からはね、次からとようやくね、12月にね、突破しようかなと思っております。とりあえず寝るか。能力値をね、ちょっと上げすぎるとね、あれなんだよな、他のね、キャラクターがどんどん出ちゃうんだよな。勤労感謝の日か。電話ができるということは、今回は休みの日か。休みの日はな、別に何でもいいんだけどな。
はいと、でもうすぐね、12月になりますので、と前にむずきさんの誕生日ということでね、何を渡していいかさっぱりわかんないけど、まあとりあえずやっていこう。とりあえず今休みか、休みじゃないな、電話ができないってことは平日だから、どうしようかな、これっぽいか。で能力値が高いからあんまりね行動しすぎるとキャラクターが出てしまうんだよな。特に今根性が32だから、いつホムラが来てもおかしくないんだよな。ということで、はい、今日はみなずきさんの誕生日あげる。はい、こいつはね、あのお茶が好きだからな。はい、お茶。はい、あ、みなずきさん、あら、学校でそれ来て大丈夫か。私の好みを知っているの。イエー、ドゥイエー、神だからね。はい、ということで期末テストいくぜ。これダブルデートがなかったんだけど大丈夫かな。バッチリ だ、こっからダブルデートかな多分。はい、このテストの結果が、全キャラ中トップですよね。よし、トップ、トップまでもう少しで、次を見てみろよ。いいね。とりあえず八重さんに勝たないといけないんだよね、このシーンは。おお、初めて見た。いいね、楓子ちゃん。ダブルデートがないな。あ、ダブルデートあれか、あれだあれだ、クリスマスの時かな。お前クリスマス暇だろみたいな匠から電話があるんだよな。あー、そんなんだったな、そういえば。ちょっと寝るか。はいはーいっと。もしもし。おい、なんだよ、カレーですけどって匠かよ。あー、いたいた。今から遊園地に行こう。うー、行く行く。はぁ、正気か、なんでお前なんかと。おい、冗談言うなよ。ちゃんと女の子も二人もいるんだから。え、誰？これは来てからのお楽しみ。まあ、知ってるけどな。で、ここで光と、むなずきがね、来るんだよな。ことこちゃんだな。遅いよ。うるせえよ。それも一理あるね。こいつ。じゃあ、紹介する人。はい、知ってる。うえ、光と、ことこちゃん。やっほー。やっほー。ここに。今日は、うーんと楽しむぜ。で、ここで、ジェットコースターは光と。お前、誰と一緒がいい？光と光がいい。オッケー。じゃ。で、これで。占いってさ、信じる気です。あれ？未来なんて。俺ジェットコースター。あれ？俺ジェットコースター選ばんやった。あ、最初は占いなんだ。ミスった。ミスったよ。はいと、戻った。できました。ちょっとね、選択肢ミスりましたね、普通にね。びっくりしたわ、普通に選択肢ミスったわ。今日は休みじゃないね。よし、じゃあとりあえず芸術やってと。あ、すいません、数学の教科書。あら、今日数学あったかな。ちょっと待ってね。あーってあった。はい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 。イエーイ、お前罰ゲームだからな。罰ゲームってなんだよ。とりあえず次のね、選択肢をミスらないようにやっていかないとな。メリーゴーランド？待って待って、違うじゃないか。メリーゴーランドどっちが好きなんだろう。メリーゴーランド？あ、これ選択肢違うんだ。メリーゴーランド。光にしようか。オッケー。じゃ、うん、メリーゴーランドは光で大丈夫なはず。光ね、光な。やっぱり恥ずかしかったね、せめて。あ、ほんとな。これは別にあんまり意味ないのかな。あんまり意味なさそうだな。じゃあ次は、お、占い官ね。お前誰と一緒がいい。占い官はむなずきさん。これは攻略通りだな。うん、オッケーオッケー、いいね。占いの館。俺に言われても困るけど、まあ遊びなんだから楽しもうよ。うん、そんな顔すんな。怖いね、本当にね、ちょっと怖い感じはするけどね。こういう女の子あんま好きじゃないわ。で、だがしかしな、ツンデレってね、出てた時がね、すごいいいんだよな。で、こうやって飛ばしまーす。
面白かったわ。おい、人のこと批評して断言するなんて勇気あるわよな。確かにな、嫌なこと言われてちょっと信じたくないよ。遊びなんでしょ。まあ気にしない。楽しそうだなこいつ同じこと思ってんな。主人公と俺めっちゃ同じこと思ってるよ。じゃあそろそろ帰ろうよ。そっかな、帰ろうかな。パレードはないんか。今日は面白かったね。せやな。みんなで来るのってまたいつか。広いみんなでさ、遊園地行こうぜ。面白いことになるかもしれん。相当魔境になるんやろ。で1月1日は楓子ちゃんと初詣のデートだな。これはあれだ、強制イベントだからあんまり気にしなくていい感じだな。イエーイ。用紙がちょっと、あ、ザクザクない、これ行こうか。えい、1月1日お、年賀状来てるかな。うえー、光のやつと、お、白雪さん全然やってないけど、あれだな、ランダムイベントで結構来たな。お、これ初めてじゃないか。レターセット集めが趣味なだけにあって会話しい年賀状だなーと。たくみとじゅんね、オッケー。初詣は女の子を誘い、さくらちゃん。この1年に、1年目にね、あんまりね、女の子をね、登場させないようにしないといけないからな。どうしたの？今から初詣行かない？はい、すぐ行きます。イエーイ。じゃあ、砦の前で待ってるね。よし、ゴー。こん時な、電話がないっていうのはな、またあれだよな。またリアルだよな。さくらさんまだかな。おー、いいね、めっちゃ可愛いやん。あ、はい。お、あれ、これ同じ選択じゃん。夏の花火大会と。そんな言われて、嬉しいんかな。同じこと言って嬉しいんかな。ちょっと困るけどな。で、これで、学業。もっと勉強ができますように。その願い、叶えてしんぜよ。お、その気になってきたぞ。で、これあれかな、くじ引きするんかな。おみくじ、書いてないんだよな、これな。とりあえずやるか。よし、やろう。俺しなくちゃ。結果は気になるんだよね。運勢は末吉。ねえねえ、どうだった？まあ、こんな感じだったよ。さくらさんはどうなの？私？末吉。同じじゃん。でもこれって後でいいことが起こる？そうだよ。で、本当にそうだっけ？まあ本人次第だからな。まあくじ引きとか占いとかはな、本人次第だからな。人が多くて。あ、大丈夫？どっかで休んでいこうか。じゃ、帰ろうか。イエーイ、デートっぽいぞーい。そろそろさ、あれだよな、さくらさん、あれなんだよな。この呼び方をね、変えれるんだよな、R1 で。マネージャーだと普通でいいんだけど、多分ね、そろそろね、有効で以上になってるから、変えてこちゃんいけると思うんだよな。あら。あ、もう押しちゃったじゃん、俺。あ、来た。かえでこちゃん。ときめきだと、かえでこ。呼び捨てでいいんだよな。来い！偶然だね。おえー、来たー。よかったら一緒に帰らない？もちろん OK。うおえ、最高じゃないか。いいね。白雪さん、うわ、出たー、体操服。恥ずかしいから見ないでください。そんなこと言われたら逆に気にしちゃうよ。あ、意識しちゃうよ。さようなら。まだドキドキしてるよ変態だなこの主人公。ということで、バレンタインデー。あ、光。はい、ギリチョコ、嬉しいでしょ。
嬉しい、よくはっきり言えるな、驚きだよ。暗い顔するよりずっと、まあ、確かにな、それもそうなんだけどさって。あーでもな、光編の時は良かったよな。あれな、なんだよ、あれカエデコが来ないぞ。よう、どうしたんだタクミ。あ、はいはい、わかったわかったわかった、お前はいいよ、もう帰れ、もう帰れ、もういらんわお前、早く女の子来い、来るよカエデコちゃん。あれ、ジュンじゃないか、おい何走ってんだあいつ、とにかく追いかけ、あ、誰かと戦ってるのか、もしかして。おい、ジュン、あーこれか、バレンタイン、誰かからもらった感じか。お、あ、白雪さん、はい、チョコですよ。おお、え、俺に義理でも嬉しいよ。そうですか、喜び。お、来た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 、お、結構もらうぞ今日、今回。いや、カエデコちゃん、いいね、下の名前でちゃん付けで呼ぶの。チョコ、ん、これってもしかして。そう、もしかしてです、受け取ってください。かわいいなあ。ちょっと待ってよ、言っちゃったよ。いいね、めっちゃいいじゃないか。今年は3個チョコもらえたな、もらえただけで十分だよな。いやいや、本当にそうだよ。あー、ミスった、出しちゃった、まあいいか、まあそろそろ出しても全然問題ないか。はい、一文字ちゃん登場ということで、ちょっと暇な時にあれだな、匠に電話だな。まあここで出して問題はないでしょう、多分爆弾抱えたらめんどくさいけどな。お前、お、今日は白雪さんの誕生日だな、あげる。白雪さんなんだろう、ちょっと待てよ、これね、白雪さんね、実は背面に出してるんだよな、ミスってるんだよな。白雪さん、白雪さん、お、来た、あ、これなの、首振りケロケロでデベソちゃん、え、これなの、マジで。うーわー、普通にさ、銀のネックレスとか腕時計とかかと思ったわ、これなんだ。白雪さん、あら、どうしました、これ誕生日プレゼント、開けてみてよ。私の誕生日ご存知だ、うえー、匠が知ってるからね。あれ、あ、やばいな、最近女の子の中でやたら良くない噂が流れてるらしい。え、マジだ、誰だ、一緒に帰ろうぜ。あ、光が爆弾持ってるわ、光爆弾だな、光爆弾持ってるわ、あ、書いてるわ、2年目の4月に爆弾持つって書いてるわ。4月じゃないけど大丈夫かな、3月、ちょっと1ヶ月早いな。あー、セーブしてみたいけどセーブしてみれないな。休みか、休みだったら爆弾持ってたか。まあでも正直光はね、爆弾発生してもいいんだよな、光はもう攻略してるから。でここでセーブするか、一回セーブして、次ちょっと見ようかな、あれよ、あれはあれ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 、能力値をな、みんなの能力値か、あれだ、評価をな、評価を見ようかな。で、ここで、トップにならんといけないけど大丈夫かな。うえー、完璧だ、完璧だ、バッチリだ、いい出来、バッチリだ。この能力値で全部完璧じゃないんか、結構辛いものがあるな。したら、あ、とりあえず見るか。たくみ、爆弾をさ、解除する方法ってどうやってするんだろう。女の子の評価を教えてください。女の子の、あ、セーブ戦でもよかったな、うん、すごいな、にっこり爆弾がついたわなこんなんあるんだ。あ、でも八重さん、あれ八重さんまだ残念顔なんだ。あ、さとこちゃんもまだ全、あ、さくらちゃんもこんなんなんだ。マジか。ほらの子、情報も教えて。一文字。了解。あー、意外とみんなあれなんだな。あ、あったあった。まだそんなに高くないんだよ。いやー、かえでこちゃんは結構あれかと思ったんだけどな。マジか。電話はしたから。そしたら、どうしようかな。
ホワイトデー終わったら今回はここまでにしようかなと思っております。おー、テストの結果これね、間違いなく1位と思う。おお、めっちゃいいじゃん。あー、社会ってなんだ。あー、雑学かな。社会はトップまでもう少しで、次はこれ1位取ったらどうなるんだろう。でも8位ってすごいな。今回光が爆弾抱えてるからな。めっちゃりにっこりマークだったの。今日はホワイトデーだからかい。あ、はいはい、分かった分かった、もう帰れ帰れ帰れ。くだらん。まほら、もう帰れ。さあ、さくらちゃん返しますよ。さくらちゃん、どうしたの。さくらちゃん、チョコありがとう。これお返し。え、いいの？これ。もちろん。なんだか悪いな。でも嬉しい。ありがとう。だろ？イエーイ。完璧。お、体操服か。うん。このイベントってさ、見ないで。好感度下がるんかな。はいと、というところで今回はここまでにしたいと思います。で、次回はですね、4月にメイが来るのと、光がね爆弾発生してるからな。これ爆弾発生してる時にダブルデートを5月って書いておく、大丈夫かなこれ。で、一文字さんもね、ちょっとね、もう出しちゃ登場させちゃってるからね。11人攻略無理かもしれないな。けどね、まあ、ここまで来たからには、まあ、頑張っていきたいと思いますので、ご視聴ください。ご期待くださいませ。ということで今回はここまでにしたいと思います。で、ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。